なんという悲しい目だ。おお、まさかこれが龍拳が最後に言った北斗神拳究極奥義無双転生。うぬはその悲しみを背負い北斗二千年の中で最強の男になったというのか。枯れた草が大地に続く砂の色に染められて、なぜか涙流している遠い夢を追い、こぼれ落ちる夕日の中で忘れられぬ瞳だけ、俺の心呼び覚ます。よ、見える。選ばれた男たちの流した血がケンシロウ様の中に脈打つのは。ラオ、時が待っている。白い砂になる、そして俺の